2023年、4月の22日土曜日の朝、晴れてるんで、今日は休日ですから、ちょっと時間があるんで、1、2時間ですかね、ちょっと山の方にゼンマイを取りに来ました。ついでに何かあったらまた取りますけども、いっぱいは取れないんで、まだ雪が残ってると思われる現場にちょっと行ってみます。クマが毎年頻繁に出るとこなんで怖いんで2人で来ました。ブッチが着ているこのチョッキのようなものはブートと言いまして、山菜採りに古くから使われている、着物です。この脇のところとかお腹のところからゼンマイを取っては入れ取っては入れして、着膨れして帰ってくるというそういう仕組みになっています。これは漆です。ですね。ここら辺のは漆ですね。タラの目に似てるんで。間違って食べる人も毎年いるらしいですけど、他にもさっき撮影したところには、タラの芽もどきって言われてるのがあります。これですね、これもどき、間違える人がいるみたいです。漆と違って毒はないみたいですけど、タラの芽ではありません。とりあえず一つだけをでっかいのがあったんで、よく書いて取っちゃいます。枝が折れたら、うわ、食べ頃です。じゃあそのでっけえのだけ取らせてもらおうか。あ、その奥のね。はい。ちょっと待ってね。あ、お前。あとその上の。あれ。向こう行けない。どう、行けなくなっちゃうよ。こんなところに関わりづらって、関わり合ってた。行け。よし、その一本だけにしよう。あれはもう、前区長さんに、あれはもう、前区長さんに枝を切ってもらわないと取れません。っていうか、もう今年は取らなくていいです。はい、ちょっと小さかったです。じゃあもう今日はタラの芽取りじゃないんで、あそこもいいのがもう出てんだよね。うん、だから帰りにここ通ったらぐっとやって、それとも取っていく？取れる？あれ、この前俺も挑戦。え？お前が取るしかね。俺がグーッとやって。ああ、うん、分かった。あっちはもう太くてダメなんだよ。ちょっと無理かな。太いわ。あ、ダメだな。あ、勝て。ダメだ。ダメだ。やめよう。これ、こんな。折れてるんだよ、これ。ああ、折れてもすごいね、強いんだね、タラの芽。すごいね、もう終わってるよ、ここゼンマイ。
はい。行きましょう。あ、いいのが出てた。でも、おう、おう、目がいいよ。いい。はい。つま七がいいのを見つけました。梅と竹です。あ、すごい、もう終わってるかも。いや、俺の身長ぐらいになってるぞ、もうここ。うん。梅です。ゼンマイ取り時間かかってな。一箇所に。もうここ上の方すごい伸びきっちゃって終わってます。ヤブがすごくて全然気がつきませんでした。うん、うわ、もう竹がすごくなっちゃって。一回降りた方がいいような気はするけどね。うん。お前さ、ちょっと下へ降りてて。俺ここちょっとだけもう数メートル進んでみるわ。そうね。
いや竹がすごくてゼンマイめっちゃしか取りにくいし、こういう具合に一回落ちると梅だ。よし、もうやめよう。時間がもったいねえ。これはもう、前区長さんの会社がちょっと伐採して管理してくれてるんですけど、でも切れないですよね、これ。よし。あった。いいのが、あった。いてえ、あれだよ、あれだよ。タラの芽じゃなくて、あの。すごいやつね。うん。いって顔に唇に刺さっちゃった。そんな言っていいよ。ちくしょう、これ切ってもらえていいよね。本当だ。まあこんな程度なんですね、うちの方。前こんなのを撮って喜んでいたらププって、コメントで笑われたことがあるんですが、まあ笑ってやってください。はい、こんなのです。キャンプに関わり合ってます。皆さんどうされてるかわからないですが、山菜は狙ったやつを中心に取った方が効率がいいような気がします。これ剥くの嫌ですね。よく間違える漆です。今こんな風に赤くなってわかるんですけど、下にあったようにあのタラの芽そっくりなやつ漆だと思うんですけど、もしかするとあのトゲのないタラの芽があるっていうことなんで、それかもしれないですけど、これは漆です、多分。はい、わらびがいいやつが出てます。ここの上はですね、わらびが結構出るんですよ。下手すると今日これ撮ってるうちに目的地にどうしよう、ゼンマイと一緒にするか、それともそこする、ゼンマイと一緒でいい。はい、ここは足踏み外すと崖の下行きです。はい、上の方は、山の上の方はわらび早いです。この斜面もこれからすごい出てくるんですが、もうちょっと一部終わってます。わらび取ってたらこんなも出てるね、下の方。まあ、でもいっぱい生えてなかったらちょっとここ降りるのはさ、行かないもんね。まあ俺は行けるけどね。おととい来た時なかったんですが、すごい感じです。うわーやべ、これ取ったら一回リュックに入れる。え、リュックに入れる。うん、こんなん取ってもいいかな。それいらない、いらんわ。いやー、1日2日ですごい伸びました。っていうことはこの上もっと生えてるから、じゃあどっちかというとわらびになっちゃうかも。
降りるけどね。前前もあるじゃん。前前はとりあえず。お前のお尻のとこにいいわらびが。さすがに。わらびは捕まえないよね。わらびゲットだぜ。細いやつはいらん。なんか際にリュック入れとったら笑っちゃうねえ。ああとYouTube の効果絶大みたいな。ここ漆だからね。もう漆も何もあったんじゃねえよ。漆だよ。だから漆。目的地はこの上の方なんですが、こんなことやってたらもう。でもまあ目的地行ったらね、可能性の方が高いからな、うん、いやここ毎年わらびがすごい出るんですよ。ご覧の通りわらびがもう出そうな感じのあたりなんですが、まだこれからですね、わらび毎日出るんだよね。そんないらねえしな。どっか売りに行っちゃうかみたいな。コシアブラがこれから開いてくるところですね。なんかよいしょ、もうあれだよね。なんだこの前も言ったんですけど、地元のじいちゃんやばあちゃん、特にばあちゃんが何年も来てたんですけど、もう近年すごいやっぱり高齢で誰も来なくなって、今メインでこちらに入ってるの私と前区長さん。タケノコシーズンになると人は結構いっぱい入るみたいなんですが、いて変わってしててもダメ。それ痛いやつ。うん、この痛い木なんで残したんだろうね。いや、生えたんだろ。生えたのかな。一応ですけど、動画見て皆さん、こちらに退去してくることはないと思うんですが、チンケな山なんで、一応この山、この地区の、住民以外は、山菜採りに入ってくれるなということなんで、よろしくお願いします。ですね。地区の住民がみんなが、なんだ、管理費用を負担して、でそれでまあこの地区の住人であれば、この辺り一体どこに入っても音がもやなしなんですが、そうでないとやっぱりちょっとまずいということなんで、よろしくお願いします。もう疲れた。よいしょと。大きいのだけにしましょう。すごい太いわらびを取られてる方、もうチンケなわらびだと笑わないでください。
やもう。よし、こんなとこだ。はい、こんなとこですね。いや、わらび取り来たんじゃねえぞって感じ。貧乏症なんで見つけたら取ってしまうと、そんな感じです。もうこれいらないです。はい、さあもう少しで目的地です。もうそれもついでのダチンだ。よいしょと。これぐらいならギリいいでしょう。ここは目的地 D です。 D 地点にやってきました。ちょっと行ってみます。緑が深くなってきたんでゼンマイあるみたいな気がします。ここのいいところはタラの芽がないんでトゲをあんまり心配する必要がないんですが、よいしょと。梅か竹です。ほい、片手が使えない。それ年取ったら無理だって。